自分の頑張っての力を相手にガーンって作用するんじゃなくて、尺に力を借りる。空手に先手なしっていうのは、これをこういう技を身につけて、それを相手に好戦的にぶつけて相手が壊れる。それに何なんだろう。誤信であるならば、自分から攻撃を仕掛けなければ、相手が攻撃をしてこなければ、もうこれで戦う自体は消える。一撃目で必ず制することができるっていう反応力と動き、反応のセンサー、感謝じゃなくて全部が目になってるような感じ。自分の体を意識して、それを意識しながら見てるっていう状態はフェイルでルック。こうこうって一方通行の指令じゃなくて、体自体もそれに対してこう準備ができてる状態、両方から来るから、体からも自分の指令からもある。そういう体を作っていくのも体操っていう中に入る。着陸的なこともそうだけど、自分の体の、まあ、ある種細胞レベルまである意識というものと、主体意識というのが、自分の主体意識が常に連絡がすごい密接に取り合ってる体を不動体という、体が体も入っている状態の体ですね。それを作っていくと、それとは違うエンジンになっていく、うん、その上にこう技が構築されてくる。だから体作り自体も技、意識をしなくてはならないっていう意味では技化していくわけよ、体自体。その上にまた技っていうのが乗っかるみたいな。その全てを熱い方